この中身がドアラのパンみたいなんですよ。あら、せっかくなので今ここで見つかったらドアラからドアラから直接渡していただけたような。落とし物です。携帯の落とし物、待ち受けがドアラと映ってます。そうなの、待ち受けドアラ。ドアラ覚えある、取った覚えある。これ携帯を忘れた方いませんか。携帯の落とし物でステージの方でドアラが預かっております。 iPhone の携帯で後ろに、なんだろう、ピンク色のキャラクターのシールが貼られてます。あ、おパンチウサギ。おパンチウサギだね。あ、そういうキャラクターなんですね。はい、はい、それです。おパンチウサギのシールが、はい、待ち受けがドアラとツーショットで撮ってる写真なので、ドアラのファンかなと思いまして、せっかくなのでドアラさんが預かっておりますよ。皆さん、あの心当たりのある方は引き続き観光協会のあの祭り本部テントで預かってますので。投げちゃダメ。今名乗り出てくれたらドアラから直接渡していただこうと思ってたんですが、ねえ、いらっしゃらないですか。ここ、あ、読谷村コスモス畑で時間切れ、いらっしゃいましたか。携帯が手元にない方いません。皆さん、カバンの中などチェックしてみてください。はい、いらっしゃらない。そうだ、隠っちゃダメよ。持てちゃダメ。それでは祭り本部で預かっております。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、すいません。ドラさん、ありがとうございました。ヤミトンと一緒に退場していただ